コントラポストについて。ここではコントラポストの要素を使ったポーズの付け方について学んでいきます。コントラポストとはダビデ像をはじめとした西洋彫刻や絵画に使われている美しいポーズに見せるための技術を表す用語です。体重を片足にかけることにより重心をずらし、左右非対称でありながらバランスの取れたポーズを表現することを目的としています。これをキャラクターのポージングに活用することにより、動きのあるポーズが自然に描けるようになります。実際に図で説明していきます。棒立ちの状態では肩と腰のラインは地面に対して平行、背中のラインは垂直です。コントラポストの要素を加えた状態です。肩、腰、背中のラインに変化があることがわかります。左肩が上がることにより右肩が下がり傾きます。それに対し腰は肩とは逆方向に傾いていることがわかります。背中のラインは肩と腰それぞれの傾きに合わせ緩やかな S 字を書いています。次に足とへそに注目してください。足は腰の傾きに合わせ腰が下がっている方の足が投げ出されるようになり、膝の位置にも差が出ます。へそは重心の位置を示す重要なポイントです。へそから垂直に線を引くとどちらの足に重心が乗っているかを確認できます。この場合は腰が上がっている方の足に重心が乗っています。コントラポストは体格、等身に関係なく活用できます。またコントラポストの要素を応用すれば様々なポージングに役立てることができます。コントラポストを意識しよう。バランスの取れたポーズにするためコントラポストを意識して描いてみましょう。